こんにちは、レックスコボディワークトレーナーの和藤です。今回はですね、テニスのパフォーマンスアップ、ということでエクササイズをご紹介していきたいなと思います。で、次回にですね、ちょっとよりレベルの高い種目をご紹介しようかなと思ってるんですけども、今日はその種目を行う前段階としての種目っていうのをご紹介したいなと思います。どういったことをご紹介したいかと言いますと、テニスでのどうしても回旋動作ですよね。ボールを打ち返すもそうですけども、下半身をこうひねるっていうのも入ってきますし、こうひねる動作多くなってくるかなと思います。で、今日はですね、そういったその回旋にちょっとピックアップをした種目っていうのをご紹介していきたいなと思いますので、皆さん最後までご覧になっていただければと思います。で、まず、最初にやる種目がこういう種目ですね。四つ這いになります。背中をしっかり丸めた状態、骨盤をちょっと丸めます。で、この状態のまま鼻から息を吸って、息を口から吐いて、肋骨を下にぐーっと下げていきます。お腹へこんでくるようなイメージですね。で、吐き切ったところを止めたまま、鼻から口閉じたまま鼻から息を吸ってきます。で、息を吸った際に背中がこう広がるイメージを持て出ると、すごくいいかなと思います。で、この呼吸をですね、大体 4,5 回繰り返していただくのが1つ目の種目になります。はい、なぜ先にですね、回旋にピックアップする種目と言いながらも呼吸を入れたのかと言いますと、これ背骨の模型になるんですけども、これ今横から見てる状態です。で、これ胸椎と言われる部分ですね。背骨、頸椎、胸椎、腰椎、仙椎ってあります。で、ここの部分の胸椎の部分です。で、これ今背骨の後ろから見てる状態ですね。で、これがこっち側が前側になります。で、ここにはですね、後縦隔っていうスペースがあるんですけども、ここが結構狭くなりやすい方っていうのが多いんですね。で、ここのスペースがですね、狭くなってしまうと、要は回旋がうまく出せなくなってしまうんですよ。制限が出てしまうんですね。なので、先にですね、ここの動きをしっかり作ってあげて、背骨を丸めてあげる。で、ここのスペースを取り戻してあげるような呼吸法を行って、より回旋をしやすくしてあげるっていうのがこの種目の意図になります。はい、ではですね、続いてやるのが、先ほど呼吸で後縦隔ですね、動きを作って開きやすい状態を獲得できたと思うので、実際に胸椎の回旋させる種目っていうのをやっていきたいなと思います。両膝曲げていただいて、背中も少し丸めるぐらいですね。腰が反らないように注意してください。ちょっと丸めるぐらいで OK です。両手前習いにしてください。このまま腕を開く。で、このポジションの状態で呼吸をしていきます。息を吐くタイミングで胸がこうふーっと開くようなイメージを持てるといいかなと思います。で、2回ぐらい呼吸したらまた戻していただいて、もう一度同じように開いて、で、また再度同じく呼吸をしていくっていう種目になります。で、ポイント注意してほしいんですけども、腕を開いた時に肩がすくんでほしくないですね。すくんでしまうことによって、要は胸椎を回旋させたいのにうまく回らなくなってしまいます。腕の動きになっちゃうんですね。なので、肩がなるべくすくまないように、耳と肩の距離は保ったままぐーっと胸を開いていくっていうのを意識してみてください。で、今ちょっと僕枕とか用意してなかったんですけども、枕とか置いていただけると、非常に頭のポジションも楽にできるかなと思うので、そういうのも取り入れてみていただけるといいかなと思います。今度は下半身、股関節にちょっとアプローチしていきたいなと思います。で、股関節を少し、絞るって言ったらいいですかね、専門用語で内旋という動作になるんですけども、そういった動きを取り出す種目をやりたいと思います。で、下の足をですね、膝90度、股関節90度にしていただきます。上の膝は膝90度のまま、膝から頭まで一直線になるように。で、下の手は肘は肩の真下につくようなイメージです。このまま体一直線キープしたまま、なるべく腰反らないように注意していただいて、股関節を少し絞るように動作をしていきます。股関節から動くように動作してください。上半身からいかないように。はい、こういう動作になります。で、先ほども言ったように股関節主導の動作になるので、上半身から
丸まらないように注意していただきたいのと、絞っていくと徐々にですね体重が膝の外側の少し前の方にどんどん乗っていきます。で乗っていったらですね少しだけ下側のお尻がちょっと浮くぐらいまで絞っていただけると、よりお尻下側のお尻が伸びる感覚が出てくるかなと思います。でその伸びる感覚で今その動作がそのものが先ほど言った股関節の内旋という動作になります。でその伸びる感覚を得ていただけると、いいかなと思うので、その感覚があるまでですね動作をしていただけるといいかなと思います。大体回数としては今のですね10回ぐらいを目安にしていただいて行ってみてください。で以上がですね、この3つがですね、次回の種目につなげるためのエクササイズでもあり、この種目3つだけ行っていただくだけでもですね、体の動き、非常に変わってくるかなと思いますので、自宅でもできるようなエクササイズですので、ぜひ、取り入れていただいてやってみてください。で次回はですねちょっとより、少しレベルの高い種目をご紹介してきますので、それもですね合わせて見ていただけるといいかなと思います。でこの動画を見ていただいていいなと思った方はですね、高評価や登録の方よろしくお願いいたします。